大家好，我是镜子。那今天我们回到我们的联络修者的 Bookland 的标准。那上一次是游戏开始的部分嘛？那接下来应该是要正式开始游戏的。那我觉得十有八九是会失败的，因为如果成功的话，故事就进行不下去了啦。那不管怎样，我们来开始看吧。那到时候我录影失败，就是在这个地方，就是刚刚好，就是刚开始的时候，我就发现。没有声音，好吧，那就没有了。所以我看到弹刚好就是在到这个部分里，杀气 and destroy 就是寻找还有破坏，击杀啦，应该说是击杀。这个游戏来说，应该是击杀而不是破坏。Survival game 的开始才打输赢的。みんな騒いでから建物に入って。よかす。なんかもう疲れたよ。腹減って心臓ワクワク。そう？僕はワクワクしてるけどね。ちぃ、みんな静かにすっす。大きな声で話したら敵に居場所を知らせてるようなものっすよ。ごめん。敵の足跡はなし。この建物にいるのはうちらだけみたいっす。それと、東の方から発砲音が聞こえているっすけど、この音じゃ遠いっすね。とりあえず、今のところ敵の心配はなさそうっす。すごい、滝野ちゃん、やっぱり慣れてるね。これくらい、さばけ経験者なら普通っす。ねえ、ゲームは始まってるんだよね。そうっす。すぐにサバイバルは始まってるっすよ。ルールの確認だけど、これは抽選で、最後に生き残った一組が勝ちなのよね。僕ら以外の敵って、どのくらいいるのかな。それなら、空に浮かんだ数字を確認するといいよ。空に浮かぶ数字。あ、よく見たら、空に変な数字が浮かんでるね。94人。おそらくあの数字は生き残ってる人の数だ。敵も4人組のチームのはずだから、おそらく敵は20チーム以上いるね。その人数を相手に戦うの？そんなに驚くほどもでもないよ。バトルとワイヤルス系のゲームでは普通の人数だし。へえ、さすがヨウト君、こういうゲームには詳しいんだね。ちょっと気を、水。まあね、その上、食べ系経験豊富な楽な人はこっちにいるから。僕の指示に従えば、1位になるのも絶対夢じゃないよ。なるほど、任せてくださいっす。チーム先輩はうちが務めるっす。高いのちゃん、心強い。さて、しゃべりはこの辺にしておこう。いつ敵が襲ってくるかもしれないし。まずは僕らの武器を確認しておこうか。武器？バトロワは相手を倒すゲームだから武器が必要なんだよ。武器か？僕のは日向の銃だね。这个枪可以拿下来，其实我还蛮意外的。我想说，为什么他们会配这枪？我的武器は星につけた珠子。你们的枪还一模一样呢。ヨコ君、武器持ってないの？どうしよう。大丈夫、心配はいらないよ。こういうゲームでは。もう武器はアイテムとして落ちてることが多いから、おそらくこの辺りに。あ、ほらピストルがあったっす。ルイト君はとりあえずこれを使おうっす。ありがとう。よし、これで全員武器の持ってたことだし、まずは近くの食べ物を探して使える武器は続かないから探そう。焦って準備を怠ったらすぐ負けるからね。それから、戦闘になったら、ラクナが指示を出すぞ。敵と遭遇した場合、サバゲの経験の方が、そうだからな。そうっすか、
それでいいなら。うん、お願いするよ、秋の隊長。なんかちょっとテンション上がってきちゃったっす。それじゃみんな、これから分かれて行動するっすけど、何か問題があったら合図を送って知らせてくださいっす。ラジャー、しばらくして、よいしょっと、潮流弾に爆弾、チョッキ、それに喉が渇いた時のためのエナジードリンク、だいぶ装備も揃ってきたっすね。ラキナちゃん、エタ君、何すか？こっちに来て、外に敵がいる。本当すか？すぐ行くっす。タタタタタタタ。あ、ラキナちゃん、それで敵は？建物の外に一人だよ。キョロキョロあたりを見渡してるけど、こっちに気づいてないみたい。仲間はいないみたいだね。やられてしまったのかな。それはわからないですけど、これはチャンスっすよ。相手がうちらに気づいてないうちに、ここから狙い撃ちしちゃいましょうっす。狙い撃ち、かっこいい。他の敵チームも近くにいなさそうですし、銃声が鳴ってもおそらく周りには気づかないっす。やろうなら今がチャンスっすよ。それじゃあ僕にやらせて。僕が一発で倒しちゃうから、リトロ君頑張ってくださいっす。よくなってね。そんな無防備な姿をさらしちゃってダメでしょ。やった、倒したよ。ナイスヘッドショットっす。ゆたろくん、さすがっす。これで一人倒したね。あ、生き残っている人数が38人から37人になった。哇塞、你的那个人数减少的太快了吧。最初は90人以上いたのに、もう半分以下に減ってるの？うちらは運よく敵と追わなかったですけど、周りは激戦だったみたいですね。よかったね。え、それじゃあさ、この建物に隠れて相手が残り数人になるまで待ってたらどうかな。わざわざ戦わなくても倒し合うのを待って、最後に美味しいところだけ取っちゃうよ。わ、愚問得理。アイディア、この戦法も悪くないね。でもおそらくそううまくはいかないと思う。え、どうして？な、何？サイレン？は、そんなそピリピリ。5分後にエリアは閉まくします。指定されたエリアに移動してください。もし5分後に指定されたエリアの外にいた場合、その場でゲームオーバーです。エリアが狭くなるって、やっぱりこうなったか。この地図を見て、矢印が僕らの場所にを指していて、少し北に離れた場所にある丸い円の中がアナウンスにあった指定エリアだよ。じゃあ5分以内に下の指定エリアに移動しないと僕は負けってこと？そういうこと。そんな、こういう系のゲームではよくあるルールだよ。とにかくうちらは早く北のエリアを目指しましょうっす。あ、もちろんみんな北のエリアに集まるなんて、北のエリアに集まるんで敵に遭遇すると思うんすけど、その時には4人で協力し合って戦いましょうっす。うん、僕がみんなを守るよ。次も僕が倒しちゃうと。おお、言ってくれるっすね。
どっちが多く倒せるか勝負勝負っす。負けないよラキナちゃん、こちらこそっす。で、協力するんじゃなかったの。ふぅ、とにかく移動を始めまよ。それからしばらくして、はい、睡呀、みんな。うおい、こいつ寝てるぞ。倒してしまっていいんだよな。残念、やらせないよ。トリアリングが甘いっす。もっと背後に気をつけないとダメっすぞ。アクナちゃん、一気に二人も倒したの。すごい、さすがだね。ていうか、エレベーターを取りに使ったの。やるね。いや、仲間をおとりに使ったりはしないっすよ。え、じゃあ、レイト君はどうしてそこで寝て。あれ、僕、いつの間に寝て。レイト君の居眠り壁は、ネットの世界でも健在なんですね。まあ、ネットの世界って言っても、レイト君はレイト君だからね。森田くん、起きてくださいっす。こんなところで寝たらダメっすよ。せますよ。やられちゃうっす。あ、きなちゃん、し、声が大きい。敵に見つかっちゃう。確かに、嫉妬したことは。レイト君に一本取られたね。また寝てる。そうだ、今度は小声で。寝ちゃダメっすよ。レイト君、起きて。全然起きないっす。むしろ小声で話しかけると逆に寝ちゃうのでは。大声もダメ、小声もダメ。あー、もうどうすればいいっすか。あんたら今は漫才してる場合じゃないだろう。あと5分さあ、おいサバゲが開始したしばらくして、残り人数5人まで生き残った。当たった、やった、倒した。レイト君、ナイスっす。これで生き残っているのは残り5人。僕ら4人を除けば敵はあと1人ってことだね。なんかいくらも違う、意外とそんなに光るや。もしかして僕ら超強いのかも。特にラキナちゃんは何人も倒してたのね。さすがサバゲ経験者。うちは大したことをしてないっすよ。ヨト君の作戦とチームワークのおかげっす。エリアは狭くします。指定されたエリアに移動してください。またエリア熟習ね。もうかなりエリアが迫ってしまったね。おそらくこれが最後のエリアとは思うと思う。みんな気を抜かないように注意して。ラジャー、数分後。じゃあ敵は見つかった。いや、こっちにはいなかったっす。りんたろくんはどうだったんですか。僕も見つからなかったよ。僕たちも見つからなかったよ。こんなに探してるのに、なんで見つからないんだろう。相手は生きるのから僕らの隙を伺っているのかな。じゃあさっき手分けして探せるときに襲ってきているかもおかしくなかったと思うんだけど。早く見つけないと、このままじゃいつまで経ってもゲームにまた終わらないよ。確かに。ピーピー、またサイレン。さすがにこれ以上エリアが狭くなったら僕らまともに歩けもしないよ。
ゲーム終了まで残り1分、1分後にエリア内が爆発されます。60、59、58。え、制限時間そのものまであるすか。おそらくゲームが長引きすぎないように強制的にゲームを終わらせている仕組みだろうね。そんな、1分後にエリアが爆発されるって言ってたよね。じゃあ早く敵を見つけて倒さないと。 でもどこを探してもいなかったよ。树上呢？你怎么在森林里？それに一分でどうすれば。20、19、18。まずいっすよ、もう時間がない。そうだ、みんなできるだけ高い建物に隠れるんだ。え、どういうこと？とにかく走って、説明はちゃんとするから。哦，这个房间，不就这范林的那个房间吗？ここまで来ればいいっすかね。ヨト君、どうして隠れたの？このゲームのルールは、他のチームを倒し、最後の一組まで生き残れば勝ち。チーム全員が生き残らなくても、誰か一人が生き残っていれば勝利なんだ。つまり、相手が爆発で倒れるまで、この中の誰かが生き残っていれば勝ちなんだよ。なるほど。だから高い建物に隠れて、少しでも爆発から逃げる。逃げれようとしたってことですね。そういうことだったんだね。ピーピー、ゲーム終了、ゲーム終了。ボン、わ、爆発が始まった。すごいよね。みんな何かに捕まるっす。ドン、タイルス。え、何あれ、どうかしたの？ヘイト、部屋の隅って何か光ってるんだけど、もしかしてあれって、あれは嘘。ドン、哇塞，这个陷阱。Game over。あれ、ここは戻ってきたみたい。一体どうなったの？あ、目を覚ました。大丈夫？姉さん、うん、僕は平気だよ。それより結果はどうなってるのか。残念だ。残念だが、お前らは負けた。そんな。最後まで生き残ったのに、爆発で全滅なんて、あんまりっす。あと一人だったのにね。納得いかないよ。最後の一人は一体どこに。まずは私の勝ちね。ひかりさん。もしかして、最後まで生き残っていた敵は君？そうよ。どこに隠れてんだよ、あんなに探したのに。どこって、地面に穴を掘って隠れていたのよ。地面？通りで見つからないわけ。そっか、地面に隠れてたから。あの爆発も、ご明察、私はあなたたちと戦わずに処理ってわけね。器用だろ、地面に隠れるなんて。バトルは経験無じゃありえない。私は地面に隠れてはいかないなんてルールは言ってないわ。哇塞，这个钻漏洞你黑白熊你。私はあくまで最後まで生き残ればガチッといたはずよ。続くもなんともないと思うけど。確かに石像のゲームと同じルールだと思い込んだのが敗因ってことだな。悔しいっす。残念だったが、よくやったんだじゃねえか。
みんな惜しかったね。僕らも4人の活躍を見て興奮しちゃったね、キミサ。お疲れ様、ありがとう。もうあともう少し勝てたのにね。そう簡単には勝たせてくれないというわけだな。はい、まずは私の一勝ということで、じゃあ次のゲームに行くわね。次こそ絶対に勝ってここから脱出するから。やっと本気になってきたかしら。楽しくなってきたわ。それで次のゲームを発表するわね。次のゲームは視力と体力が問われるクイズゲームよ。クイズ？ルールは簡単よ。まず巨体者と走る人の2人1組でクイズに参加してもらうわ。勝利条件は答えものが制限時間以内にクイズの答えを言い果てたら勝ち。しかし答えものが答え権を得るためには走る人がそこにあるランニングマシンで時速20キロ以上を出す必要があるの。つまり答えものがクイズに答えるには走る人が時速20キロ以上で走り続けないといけないってわけか。だから視力と体力が問われるクイズゲーム。理解が早くて助かるわね。クイズは全部で3問よ。どれが1問でも正解できればあなたたちの勝ちでいいわ。約束通りここから出してあげる。やけに自信満々だな。それだけ難しい問題なのかも。安心して、理不尽な問題は出せないわ。ちゃんとあなたたちに合わせた問題を用意してるから。俺たちに合わせた。さて参加者を3人選んでくらし。ルーカーシア、選ばれた3人で答え物と走る者を必ず1回やってもらうから、そのつもりで選んでね。参加者選びか。ちなみに時速20キロってどのくらいのスピードだ？50メートル走を9秒ってところかな。50メートル走を90ペース、結構大変だね。走らねえことはないけど、制限時間内でずっとそのペースを維持しないといけないとなければ、私たちでもちょっと厳しいかも。体力勝負ならここにうってつけの人がいるでしょ。ん？ジンは空手をやってて、いつも体を鍛えてるから耐久力もあるはずだよね。そっか、それにジンは頭もいいからぴったりかも。はい、一人目の参加者はジンに決定。おい、勝手に決めんじゃねえよ。ジンだってここから出たいでしょ。だったら協力してくれてもいいだろう。それは、私はジンが敵にだとは思う。ジンが嫌なら無理とは言わないけど。ほら、ミサもこう言ってるよ。だからさ。わかったよ。わかったよ。やるだけやってみろ。そこ CP。わかったかい。おしまい。ありがとう。礼を言うのは早いだろ。そういうのはクイズに勝ってからだ。じゃあまずはジン君は決定だね。残り2人は何て居然是有機那里吗？可是我就写成的那个体力撑不住吧。他体力没有很好吧。というわけで参加者はジン、コウ、ユキナリの3人で決まりだね。ユキナリ、本当に大丈夫か？そうだよ、やっぱり僕が出た方が。ここは俺に任せてよ。こう見えても運動とか最近ちょこちょこやってるし、それにレンタルたち4人の頑張りを見てて、俺だって役に立ちたいなんて。
いきなりくん、頑張ってね。ファイトっす、いきなりさん。うん。さて、じゃあ準備はできたみたいね。最初は誰からクイズに挑戦するかしら。まずは俺から行くよ。ここでゲームは終わらせてやる。哎呀，已经没有了。好吧，那今天的影片就到这里结束了，我们会在后篇再见。那前面的剧情的剩下的剧情呢，就请各位可以自己去玩玩看日版，哎，不对，日本的好像已经结束了，现在那可能就是要等日服。如果是玩日版的玩家呢，可能就要等复刻；如果是玩中文版的玩家呢，可能就要等那个官方出了。那不管怎样，如果你喜欢我的影片的话，记得可以点订阅我，或者是在底下留言。你的留言跟订阅是对我来说是最大的支持哦。那我们下次再见，拜拜。